本日筋トレ9日目です。明日やれば10日という2桁いきますね。で、こちらに見えるのがちょっと早い Amazon からのクリスマスプレゼントなんでしょう。それでは早速こちらの方を開封していきます。もうこの形を見ればなんとなく想像つきますよね。はい、では筋肉体操、よし、出てきました。たったらヨガマットです。ついにストレッチマット、筋トレマット、こちらが届きました。で、一番心配なのが匂いなんですよ。この XNS っていう、まあ、筋トレ用のマットは結構有名らしいんだけど、匂いがとにかくきついと。匂い、ゴムの匂いが気になって仕方ないみたいなレビューがいっぱいあって、そこどうなのかなっていうのが一番心配です。でも綺麗です。こんな感じ。今回青にしました。これテンション上がるかなと思って、黒とかグレーとかなんかピンクとかいろいろあったんだけど、やっぱ青とかの方がこう下に敷いてあった時にさ、あ、なんかちょっと寝っ転がりたい、筋トレしようかなって思わせるかなと、テンション上がるかな。この分厚さね、分厚さももちろん特徴的なんですが、一つ他のマットと違う点があるんですね。それがじゃじゃん、この横幅ですよ。横幅、腕立てするときに普通のヨガマットだとこの幅、手を広げた時の幅より小さいんではみ出ちゃうんですよ。だから腕立てとかしづらいんだけど、これは横幅が広い、メンズ用なんで、あ、ふかふかベッドみたいね、しっかり寝れそう。はい、ちょっと寝転がってみようか。なんか来た、いいタイミングで来るな。こう腕立ての時の幅確保できるのか、あ、ちょうど入りますね。いいね。まあこれがあることで汗とか垂れた時にもタオルでささっと拭けば OK っていう。今までね、あの地面が木なので、特に腹筋の時とかなんかこう腰が痛くなるんですよ、地面硬いんで。なのでこのクッションを敷いてたんだけど、これは卒業。はい、これからはこちらです。もうベッドにもできるよ。別にまあふかふかとまではいかないけど、まあ寝れるよね。これがあるだけ全然違うんですよ。ただの木の板、地面だとなんかホコリっぽいとかさ、こう横になりたくないなって思ったりするんだけど、でこれ敷いてあることでさ、ちょっとベッドに横になるぐらいの感覚でこう横になれて、そのついでに腕立てやるかとかできるわけ。気になるのが匂いって言いましたけど、匂いは確かにするんですよ。よくあるスポーツ用品店の匂い、うん、確かに匂いはする。だからこれはなんか日干しをしたりタオルで拭いたりして使いながらなんかこう匂いを取っていく、うん、ようにするそうなんだけど、確かに新品だからかわかんないけど、まあこう素材の匂いがするね。スポーツ用品店の匂いだよ。なんかこう独特のこう素材の匂い、ゴム製の素材の匂いというのかな。でこれは値段がですね、5600円ぐらいだったかな。ちょっと高めなんですよ、ヨガマットにしては。とでもその分、まあで筋トレをほぼ毎日ここの上でやると考えたら、全然なんか出し惜しみせず買うべきところかなと思いました。次はダンベルなんです。ダンベルを手に入れたけど、まあまずはマットを手に入れたということです。ではちょっとテンション上がりますね、これがあるだけで。殺風景な木の板の上にストレッチマットがあるだけで寝転がりたいと思いますよね。これベッドいらないかな、撤去しちゃおうかな。ありですよね。これだとベッドが2つあるみたいになっちゃうから、まあ分かんないけど。今回ね、あの卵かけご飯をアレンジしました。昆布を乗せてですけど、だけ味噌汁にキャベツもりもりの食べかけのお肉、美しい黄身。うお、最近卵かけご飯ばっか食べてるけど、見た目をね、美味しそうにすることで美味しいんだなーって自分を錯覚させる。昆布入れるとどうなるんだろう、美味しいのかな。
あ、ちょっと甘みが出ますね。今回の新マットで腕立てやってみるか。このマットの効果はどのくらいか。できたでも新記録15回いけたぞ。腕立てきつい、マジでマジできつい。なんかもさっさと慣れて楽になりたい。よし、でも筋力が若干上がってるってことですもんね。15回できた。腕立てよりベンチプレスの方が楽しそう、シンプルに。いや、こうやってほんと1ミリずつ筋力をアップさせていくしかないんだろうな。1回しか増えないから。1日2日で1回しか増えてないから。あ、でもなんか気持ちいいな、マットがふかふかだから。足を押さえてくる。自分の動画を編集してるときにさ、また今日もこれやるのかって思って嫌になってくれ。こんな辛いこと思ったよ。ああ、考えたくもない。ああ、きついよ、もう嫌だよ。なんかやりたくない今日は。なんでだろう、せっかくマット買ったのに。なんかやる気起きないな。やっぱジム行った方がいいな、これ。なんか一緒に筋トレやってる人を見た方がモチベ上がる。今ですね、まあ、腕立ては15回できるようになったんですけど、今回で9日ね。でもここに来て筋トレのモチベーションがガクンと下がりました。なんだろう、今日だけかな。まあ、最初はこう筋トレを始めたばっかりだから、なんかいろんな新しいことだらけで楽しいのは、こんなメニューもあるのか、こんな筋トレ法もあるのかって試しでやってたんで、こう楽しく遊びながらやってたんだけど、できたんだけど、9日間かぐらい来てから、まあ自重トレーニングしか今できないので、その中でねやるってなったら腕立て、腹筋、スクワットとか基本的なメニューなんですよ。でしかも一人でやってるのね。で YouTube 撮ってるとはいえ、やっぱりね、一人だと続かないっていうか、もう楽しくない、あんまり。やっぱり、ジム行った方がいいなと思いました。だってさ、せっかくこれでマットを5600円とかで買ったんだよ。買ったにもかかわらず、買った初日になんか筋トレやる気を失せてしまうという。これは、まあいろんな器具を買うと多少モチベーション上がるけど、ジムとかに行けばさ、器具もいっぱいあるのはそうだけど、それより筋トレしている人たちがいる環境、それが手に入るんですよ。だから
その人が頑張っているところに行けば自分も自然とモチベーション湧いて筋トレもしっかり毎日できるようになるかなと思って、まあ一回ジム昔ね大学生の頃通ったんだけどそこ続かなかったんですよ。エニタイムフィットネス通ってみたんだけど3ヶ月入っても最初のね1週間ぐらいはちょっとなんかこうワクワクしていくんだよ。でももう徐々にめんどくさくなっちゃって自転車で15分とか行くのめんどくさと思ってなっちゃって通えなくなったんだけど、今回はまあ時間もある方だしそのまあ近くにねいいジムも一つあったのでそこ行ったりとかしてもありだなと思ってね、行くとしたらそこかなと。やっぱ遠いともうめんどくさがって行けないんだよ、通えないし続かないので、まあ近くにジムが一つあったのでそこをまあ契約期間とかいろいろ込みで考えると8ヶ月間とりあえず通う契約にすれば1月6000円7000円ぐらいでいけるので、そのなんか自腹を切ってジムに通って筋トレしている人たちに囲まれている環境に一旦身を移してみようかなって思います。またそこでね筋トレしている姿とか撮影できたらなと思います。他の人に迷惑かかんない程度にね。自宅で一人でやるのはちょっともう意志力とかもう相当好きじゃないと厳しいなと思いましたね。そのさ勉強とか読書とかなら僕はめちゃめちゃ好きなんで全然一人でできるし、まあ、もちろん仲間いた方がもっと楽しくできるんだけど、やっぱ筋トレってさ結構辛いことじゃん。辛いことってやっぱ一人だと続かないっていうか、うん、なんか厳しいなと思いますんで、ちょっとジムを本気で考えてみようと思います。そんな大きいことではないけどね、だってせっかくマット買ったのにさこんだけなんかやる気が起きないってのは何か原因があるなと。あとね時間もこうダラダラとやっちゃうんですよ家だと。やっぱジムとか行けばさ、まあ、自腹を切ってるし限られた時間、あと場所も変わるので頭も切り替わるじゃないですか。2時間だけ行こうとか1時間だけ行こうとかってすればその1時間しか入れないからその1時間を有効に使おうっていう意識が働くので方がいいなと思いました。家でやるのはちょっと厳しい。ジム行く前にお腹を満たさなきゃ。ということで今からちょっとジムに行きます。いきなりもう速攻ジムなのって感じだけど、そうなんですよ。なんかこれね家で一人でやるのはもう感覚的にもう限界だと思ったんですよ、うん、腕立て腹筋とかぐらいはできるかもしれないけどやっぱ楽しくないし筋肉もやっぱ効率よくつけれないなと思ったんで、だったら一日でも早くどうせ一生筋トレするんだったらジム行った方がいいじゃんということで、近くのジムにちょっと受付行きます。そのついでにもう早速筋トレできればなと思います。一回ね大学生の頃エニタイムフィットネス入ったんだけど3ヶ月契約で1ヶ月も続かなかったんですよ。でも3ヶ月の契約してるからもう支払わなきゃいけないみたいなことあったんだけど、今回はねまたちょっと覚悟が違うというか将来も見据えての活動なので、まあさっさと行きます。9時になる前に行かなきゃスタッフさんが消えちゃうのでね。ということでジム着きました。ただね予約とか してないのでもうぶっつけ本番でちょっと体当たりで受付行ってきます。これ普通だと予約するらしいんだけどわかんないんで、ということでもう入ってきます。もう契約して明日から利用ということで、本当は今日から使いたかったんですけどもうなんかシューズが必要だということでね、うん、粘ったんだけどやっぱみんなシューズ使ってるというルールは守ってほしいということで、まあしょうがない、せっかく来たのになと思ったんだけど、でも一応今日なんか契約日よりもこう5日前ぐらいなんですけど、まあそこは多めに利用しているみたいな感じだったかなということで、ここから8ヶ月間ジム通いになりますけど、ちょっといろいろ試してみたいと思います。ここからもう早速ジムにこれから8ヶ月間通うことになりました、はい。まあ、2ヶ月、まあ、初期無料でプラス6ヶ月分って感じで結局8ヶ月、まあ、程よい期間なんですよ。結局8ヶ月後ぐらいには東京行こうと思ってるんで、そしたらね、まあ、
ことはまた別の環境に移るんかなと思うので、契約期間的にちょうど6ヶ月契約だったんで、まあ、フィットネスジムとかそうですよね、大体が続かないので、その続かないことを見越した上での契約期間設定してますもんね。だから僕も1回それでやられたんだけど、まあ、今回は継続する意思もあるので頑張りたいと思ってます。程よい人の数だったかなと思います。全く人がいないのも嫌だし、めちゃめちゃ人が混んでるっていうのも嫌だから、まあ程よい、まあ、時間帯にもよるのかな。使える時間帯がね、1つにつき30分とかっていう限定なので、まあ、逆にその方が真剣に取り組めるかなとは思うけど、そこはね、なんかエニタイムフィットネスにはなかった制度なので、なんかうまいし、意外と利用者にとっても便利かなと思います。どうだろうな、なんかやっぱ朝とか行った方がいいなと思った。空気感っていうのかな、まあ、やってる人はいるんだけど、なんかゴールドジムとかそういうムキムキの人たちがいっぱいいる場所っていうよりは、エニタイムフィットネスのようなちょっと運動したいな、スポーツしたいなというか、ちょっと筋トレしたいなとか、運動不足だなっていう人がいることが多いかな。なんかこうゴールドジムのようなさ、ムキムキのもうボディービルダーたちがいっぱいいるみたいな場所ではなかったから、まあ、ただもう8ヶ月間契約しちゃったんで、もういくらだ、1月6600円だから、それの、まあ、2ヶ月無料って言っても6ヶ月分だから7000円かける6ヶ月でいいか、まあ4万円か、4万円もう支払い確定ということですね。だから1日200円計算なんで、なるべく行きたいと思います。まあ今入れるのも、ね、結局8ヶ月ぐらい、ちょうどそのジムに入れるの8ヶ月ぐらいなんで、まあ期間的にいいかな。ただね、ちょっとその契約期間長すぎるっていうか、エニタイムフィットネスだったら、3ヶ月とかだった気がするんですよ、1回。でもあそこね、6ヶ月とかだからね。むしろ8ヶ月か。どんだけもう取るんだよって、最初から。それぐらい、まあ、続けれない人からお金を取るようなビジネスモデルみたいな。1ヶ月契約とかもあるけどさ。明日から本格的に筋トレですね。誰か筋トレ仲間ができたらいいな。その8ヶ月以内に。いや僕はもう引っ越ししちゃうけどね、8ヶ月後には。でも、どうせやるならね、誰かと一緒にやる方が楽しいので。ほぼ毎日通うつもりでしょ。朝起きたら、軽くご飯食べて、真っ先にジムに行く。まあ、起きる時間もバラバラなんで、何時になるかわかんないけど、まあ、大体今のルーティンで言うと、そうだな、動画編集した後だな、基本。そしたら、12時とか、3時とかその間かもしれないですけど、どれだけこの標準ボディがムキムキマッチョになるか。8ヶ月ですね、24時間やってるジム。だから今行ってもいいんだよ。さすがに寝るけど、寝てからついに部屋を出て人と触れ合うようにだんだんなっていきますね。